Welcome to Shiri Channel. どうも、シリです。今回開封レビューしていくのはこいつ、 Kindle Fire 8 ギガのモデルですね。プライムデイセールですね。2016年のプライムデイセールで、ものすごく安くなってたんで購入しました。7インチディスプレイの1024×600 解像度ですね。で、Wi-Fi 対応で 8GB クワッドコア。で、フロントリアカメラで、マイクロ SD スロットで 128GB まで対応。ものすごい安かったですね。いくらだったっけな ?3000 円台でしたよ。いいなと思って。で、ただね、こいつは、Android なんですけども、以前実はもう Fire やったことあって、あるんですよ。昔のやつね。ただ、Android なんですが、いろいろと独自 OS なので、なんか使えないんですよ。アプリとか少なかったりとか。あったんで、結局使わずじまいになっちゃったんですね。その点、今回、これは、何を目的に買ったかというんですけれども、そうですね。あれなんです。プライムビデオを見たいなと思って、Amazon プライムに入っていると、プライムビデオがですね、見放題なんですね。それを専用端末にしたい。っていうのも私が見るんではなくて、ちびちゃん。子供用ですね。子供用で3000円で、その、ちっちゃいこのサイズのね、まあ、テレビが、まあ、テレビじゃないや、ビデオが見れる、子供用の番組が見れる、端末として購入しました。お手頃だしねっていう、感じです。これだけですね。付属品は。はい。面白いのが、ね、つくんかな。いや、さすがに充電しですね。高速充電タイプでしょうか。240V の 0.15A。アウトプットは 5V の 1A。インプットもある。5V の 1A なんで、まあそこそこ、急速充電には対応してないんですけども。まあそこそこでしょうか。まあ、充電しなきゃ使えないかな。ここにカメラですね。で、表にもカメラはあるという感じでしょうか。本当はここですかね。7インチなんで、ちょっとやっぱりちっちゃく感じるかなっていう感じです。というのも、最近、もっぱら私が使っているのは、こいつなんです。Asus の全パッドなんですけども、これすごくいいですね。大正解ですよね。おすすめです。Android、まあ、ゲーム用に完全にやってるんですけども、それと比べてみると、こういう形になります。オフィス的に。どうですかね?やっぱり、一回りぐらい大きくなって、こっちの方が軽いですけどね、圧倒的に軽いです。こっちは重くて、もう、8インチに 8.9 かな ?9 インチ弱ぐらいあるんですけど、いいです。まあ、性能が、正直、クワッドコアって、これも、こっちもクワッドコアですけど、アップル系の iPad Air とかに比べると、やっぱり値段が圧倒的に違うんで、クワッドコアですけど、CPU の性能は、やっぱりそんなに高いとは、私は思ってなくて、一応この全パッドでギリゲームができるかな、みたいな感じのレベルなんで、これはやっぱりビデオ、YouTube 代わりというか、プライムビデオ用に特化して、運用するのがいいのかなっていう感じです。意外と厚みはあるのかな。ここに、ここに SD カードですね。スロットが入ってます。で、上に音量電源。で、ここ充電用の。で、ここ音量ここで聞くみたいな。スピーカーはあるのかな?スピーカーはここかな?スピーカーはここでしょうか。はい。で、今つけました。意外とちょっと指紋はつきやすい感じでしょうか。全パッドのもそうなんですけど、この辺、iPad はよくできてるなーって感じですね。まあだけど指紋はつきやすいんですけど、iPad が一番つかないですね。全パッドは意外とつきます、指紋。
ちょっと拭くだけですぐ綺麗になるし、やっぱその辺はアップルすげえなと思います。まあ余談ですが。どうでしょう、ちょっと触った心地は、まあ反応はそこそこしっかりしてる。でまあ、本当にちょっと拭くする。ちょっと一番大きくしてみました。触った感じがなんか、あれ？はい。ちょっとこれ、ネットワーク設定なんで、ちょっと待ってください。はい。ちょっとネットワーク設定とかいろいろ初期設定を終わらせました。思いっきりですね、私のアカウント設定が入ってました。あー、これ最初から入ってんだねって感じですね。まあもちろん解除はできるんですけども、購入者のアカウント登録がすでに最初から設定されてました。そういう風なもののようです。こういう形で、ここです。要は私がしたかったのは、この、ビデオのところですね。ただ、以前の Kindle よりも、レスポンスはいいかなっていう感じです。やっぱね、前の買ったやつはね、こうスワイプするだけでもちょっと重いかなっていう感じではあったんで、すごくそのいうのは、やっぱ改善されてるのかなという感じですね。まあ、読むのと、まあ、ゲームとかって書いてありますけども、Amazon のゲームなんで、多分そんなないんですよね。アプリも Amazon のアプリストアなんで、多分そんな、あ、だけど、これ、あ、だけど、へぇ、なんか、知らないことがあるんですね。なんか変な、できるんですね。オーバーレストレスから。ハースストーン。あ、意外です。これ絶対できないもんだと思ってたんで、夜8ギガ。そこ気をつけてくださいね。安いって言っても8ギガしかないんで。なんかじゃあ動画、YouTube じゃないんだね、これね。プライムだから、なんかできる。できるあんま半券ものはなんか適当に無料なんか問題なさそうなのがアニメドラえもんとか大丈夫かな、ドラえもんとか大丈夫かな、結構ね、ただね、バッテリーの消費が激しいかなって。30プライムで、あれ俺プライムなんだけどな。まあこの辺はとりあえずなんで、意外とって言い方は失礼かもしれないんですけど、私が持つより全然、カメラもこういう形で、あ、これどうやって戻るの？一番上から下に座る。ボタンがなくなるんですね、カメラと。あったと。結構バッテリーの消費は激しいかなっていう感じはするんですけど、それでも十分、うん、iPad に比べるとね、 iPad ほっぽってもだから、これ結構消費は激しいんじゃないかなって気がしますけども、まあ小口で見放題なら、要はここですよ、ここが見たかったんで、ゲームじゃなくてね、まあ本がメインですけど、やっぱ最初は本で Kindle Fire って本だったんですけど、もちろん Kindle のペーパーライトって、ペーパーなんだっけとかっていうのがあって、それはもう完全に白黒で本読むのに特化したんですけども、これは端末ですよね。だから、Wi-Fi 端末として3000円で手に入る、プライム会員限定ね。まあ、で、今、そのプライムデーはっていう話なんで、今だったら5000円くらいだったかな。とりあえずプライムデー以外はやっぱ値上がりしてるんですけど、ちょこちょこセールやってたりするんで、プライム会員の人は、こういうのが見れますから、無料でね。例えばこういうのが全部見れるんで、ありじゃないですか。これが見たいんで、私はこっち子供用にこれ、スラムダンク、クッキングパパ、アスタシンチ、これ何？わかんないですけど、進撃の巨人？よく見えないんですけど、ヤムシフェル、エヴァンゲリオン、で子供向け、ヨカゴッチはないやだな。ヨカゴッチよりも、一休さん？ブラックジャック。なんかやったらいろいろありますね。あ、だからしかしとかあんだ。この辺が、プライム会員ならば無料で見れるんです。全部。はず、確か。服部くん、よかっぱ。
マイメロディーとかなんだ。ドラえもんさっき言ったのに、ぐるぐる、魔法陣ぐるぐる。お坊ちゃまくんとかあるんだけど。火の鳥。エスパム。意外と私が見てしまうかもしれない。この懐かしい感じ。プロゴルファー、サルトかんぞ。ヤングブラックジャック。21円も。うわぁ、パプアくんとか。なんかすげえたくさんいろいろありますね。これ全部見れるのかな。じゃあ、めっちゃたくさんあるじゃないですか。コンテンツが少ないとか思ってたんですけども、そんなこと全然ないですね。で、ドラえもん、ただ、やっぱり気になるところはドラえもんなんで、ゲームセンター嵐とか、古いな。反応するところが、すべて見る。ドラえもんね、ありましたね。ポケットモンスターもあってもいいですね。プライムだったら0円で全部見えるみたいな、ね、怖いな。あ、これいいじゃん。ドラえもんね、見れるのすごくいいっすよ。64からしかないの ?1 から、シーズン1からあるんだ。よー、大量にあるんじゃん。あー、利用か。なんだ、ここは利用かの。ここなんで利用かなんだ。みんな世代他にもいろいろあるという感じでございました。いや、意外とスルスル動いてくるし、動画もまあ見れるんでしょう。ちょっとプライムの設定してあるんですけど、なんていうか知らないけど、見なかったんで、まあ、ちょっと思ってたより全然動きます、動いてくれますね。動いてくれるんで、これは3,000円、まあ、安い時にセールで4,000円、プライムで1年に1回3,000円台、だいたいセールで4,000円ぐらいだったらいいんじゃないですか。7インチ下手なね。だって全この全パッドを買おうと思ったら定価で19,800円です。7インチのでね、同じ7インチので19,800円、だったはずかな。あ、まあ、16,800円かな。まあ、とりあえず1万円以上するんです。1万円以上して2万円近くする。これ、全パッドのこれ8インチなんですけど、の最新のモデルは23,000円か29、シムフリーのモデルだと29%。シム、Wi-Fi だけだと19%か23%とか、どっちだったんですけど、ちょっとその辺差だかじゃないですけど、要は1万円か2万円くらいするものなんです。ただ、それが5,000円以下で、これだけね、ちゃんと動いてくれる。動かないの結構多いですからね。秋葉とかでなんか3,000〜4,000円あるんですよ。5,000円とか6,000円とかのあるんですけど、メモリが、例えば本当に、512GB しかなくて、512MB しかなくて全然動かないとかですね。割とあるんで。で、Amazon と連動してるから、Amazon 会員の人は、ささっとこうやって簡単にできますし、そういう意味で、いいね。思ってたより断然いいわ。ただそのちょっとここの減りが早いのが気になるところではありますね。バッテリーの持ちは意外と悪いのかもしれない、そういう動画とかそういうのをやると、だからあんまつなぎっぱとかになるのかなっていう感じはあるんですけれども、例えばね、ドラえもんずっと見てますって言うと、例えば1時間ぐらい見ますっていうのだと多分あっという間になくなっちゃうんで、その辺のは必要になるのかなという感じでした。いや、これは伏兵ですよ。私は、とりあえず安いから買っちゃったみたいな。でも本当に、この辺の値段のタブレットとか、こういうのって、意外と外れがあるので、これは、しかも Kindle Fire の時は、以前のやつは、微妙だなっていう印象があったんで、コンテンツの少なさとか、動作のキビキビしてない感じとかがあったんですけど、これは非常にそんなことないんで、当たりじゃないでしょうかね。意外、
かなり、ただ8ギガっていうのがある。なんで、8ギガで気をつけましょう。だから一応、この、ここに SSD を、あ、じゃない、マイクロ、SD カードを入れることで、ダウンロードしたものとかデータ化を、こっちに保存できるっていう話みたいなんで、それをしておかないと、8ギガだとあっという間になくなるっていうのがありますんで、すでに、この8ギガでも、すでにもう使ってるわけですよ。使っているので、データをね、うん。そこだけ気をつけましょう。8ギガなんで実際に使えるのはそんなにたくさんないんで、OS でも使ってますから。だから、そこはちょっと気をつけた方がいいです。必ず、その SD カードとかと一緒に使うものだという感じですね。なんで SD カード分の2000円ぐらいのが乗っかってくるので、まあ、5000円から7、8000円ぐらいになるって感じでしょうか。はい。そんな感じでございました。他にもいろいろやってますので、よかったらチャンネル登録してみてください。いや、これは結構いいね。ちびちゃんに早速与えよう。ただ投げたりするから、ケースが欲しいなとは思うんですけど、ケースとかそういうもの、もろもろやってくると金が高くなっちゃうんで、まあこのままでいいかな、みたいなとか思ってるんですけども。まあちょっと余計な設定とかなくして、余計なものを押しちゃうんでね、この辺を全部消して、シンプルなものにして渡すっていう感じでしょうか。はい。そんな感じでございました。それじゃあね、動画説明にいろいろリンクある、いろんな他の動画のリンクあるんで、よかったら見てみてください。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。また次回、シルビチャンネルでお会いしましょう。シルビでした。